フエンヒローラ生物園の入り口フエンヒローラ生物園はスペインアンダルシア州マラガ県フエンヒローラにある動物園。1978年11月の開園から2010年まではフエンヒローラ動物園という名称であった。フエンヒローラ生物園ではヨーロッパ動物園、水族環境界と共同で様々な種の保全活動に取り組んでいる。例えば、 マダガスカル島の動物賞を構成する動物、ゴリラやオランウータンなどの類人猿である。また、ヨーロッパ絶滅危惧種計画の枠組みの中で、フエンヒローラ生物園の所在地付近の在来動物種の保全にも取り組んでいる。当園は1978年11月にフエンヒローラ動物園として開園した。その後、1999年に大規模な改修が行われた。 そして2010年には、不ヒ疲労ラ生物園と解消された。2014年には、インドや太平洋地域の動物を新たに15種、展示するようになり、その中には、コモドドラゴンも含まれている。エアザメンバーリストハット、アソアーゾンアイベリカデズズワイ、アクアリオス、リスタデミエンブローズアーカイブ2011年9月15日、ウェイバックマシン、エアザイヤーブック2007、2008、 エアザ、2018年7月12日閲覧。ウンベベでレオパルドで、スリランカセユヌ、エーラファミリアバイオパーク。バイオパークフェンヒロラ。2015年4月13日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年10月28日閲覧。ネスウニエピポートもピックミオ EN バイオパークフェンヒロラ。バイオパークフェンヒロラ。2015年4月13日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2011年9月19日閲覧。ありがとうございます。